こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お、山盛り見ていただいてありがとうございます。撮影でね、ちょっとなんか写真撮る場、スタジオの白堀のとこで写真撮ろうとしたら、なんか上の幕が静電気やばいのかな、こうわーって立っててさ、ちょっとすごかったけど、まあそんな話はどうでもいいねんけど、そうですよ、ツアーグッズ解禁されました。6時ぐらいかな、多分6時ぐらいか、多分。うん、今回は何でしょうか。いやねえ、マジ翔平おもろいっしょ、あいつほんまに。俺もあれ10個ぐらい欲しいな。ちょおもろいわ。そうですそうです、今回は僕はイヤリングということで、そう、もともとそのグッズを作るにあたって自分の中で譲れないものがあって、今までもなんかそのまあ好みとかはまあそのもうしょうがないけど、できるだけその何か好みとか以外の問題で人を選ぶものを出したくないなっていつも思ってたんで、例えばスマホのケースとかもやっぱりその型、人によって使ってる機種とかが違うから型って限られるやんか、だからそういうのもあんまちょっと出しね、グッズでっていうところで1個しか出せないところで、そう貴重な1個を人を選ぶものにしてしまいたくはないなと思って、それがあかんわけじゃないねんけど、だからうん、まあ携帯の後ろにつけるようなものとかそういうのもいいなとは今後思ってたりはするけど、だけどそうそう、全部の形作れるわけじゃないから、でもなんかでそのそういうし何信念みたいな自分の中でそういうのがあるから、あのそれこそピアスとかも、今まではそのブレスレットとかもやったけど、あれはまあできるだけ金属アレルギー配慮で、あの時は結局素材で言うと、まあ、優しいものにコーティングしてもらったかなっていうのはあったんやけど、うん、でそういう背景もあるから、今回しかもイヤリング、まあ、ピアス穴開いてない人もいるしなってことで、まあ、でもなんかピアスっていいよなって、まだネックレスっていう感じじゃないねんなとか、まあ、いろいろ考えてて、でそう、まあ思いついたわけですよ、両方できんじゃんって両方できんじゃんと思って、イヤリングとピアスで、もう渾身の独自アイデアですよ、あれはもうびっくりした、ほんまにバーンと降りてきて、もうビビビビビって来たんですよね、マジで。いやだから言って、例えばあのピアスのそのボディーガールじゃないですか、こうやって、であのこうピアス
イヤリングピアスのボディがあって、例えばこの言ったらこう抜いたらここ針があるじゃない、普通ピアスやったら。でじゃあでもそれやったらそのピアスとイヤリング両方いける、どうしたらええやろって、そんなピアスの針曲げるわけにもいかへんしみたいな。でもともと両方ついて、両方がの使い方が施されてる、なんか仕組みが施されてるって、なんかガチャガチャして嫌やし、どうしようと思った時に、じゃあさ、このボディはこのまま置いといて、ここの針とか、あとイヤリング用のなんかそういうパーツみたいな、そういう針とそのあれをパーツにしてもうて、ここなんか例えば、あの穴っていうか、ちょっと、掘ってというか、でここにそのピアスの針をぐるぐるぐるってちょっと回せるような、でイヤリングとかもイヤリングのパーツをぐるぐるってネジみたいな、そうネジ穴にしてもうて、ここそうで、じゃあここの針にもなるし、このイヤリングのパーツにもなるしみたいな、そうで、うわこれできたらやばないと思って、そうこれできたら両方使えるわって。でまあでもな、どこまで実現できんのやろうと思って、あんま期待してなかったんやけど、まあ、いざそのまあ一応言ってみたわけですよ、まあ、言ってみるしか、 言うだけただやん、普通にもし行けたらもうほんまにワンチャンにかけて、マジで、いやいやマジでほんまにこれごめん、マジで自分でな、これはマジでごめん、マジで天才やと思った、さすがに。いやーね、ほんまに言葉出てこへんぐらいね、テンション上がってますけど、ちょっと実現できるかなって期待しなかったけど、言ったらいけたんですよ、マジできるんすかってなって、まあいろいろサンプルとか上げてもらって、まずそうそうで、じゃあ結構サイズ感ももうもっとちっちゃくしてとか、いろいろ変えたりとか改変して、でロゴが例えばなんかこう、これが縦やとするじゃん、あのこうやっとするじゃない、じゃあ後ろの例えばイヤリングピアス、イヤリングパーツってこうなるやんか、それが例えば ここで止まりたいのに、なんかこの辺になったらボディがこう見えたりするやんか、その耳につけた時に、わかるかな、ちょっと意味、ちょっと説明下手すぎてちょっとわからんけど、そうでもそれがちゃんとあのくるくるって回したら、そのイヤリングパーツがカッてここにはまるようにちゃんとネジ穴のそのあれも調整されてて、めちゃめちゃバッチリです。まあ針はもう入れたらええだけやん、針をまあ入れたらええだけやし、それは それでいいねんけど、そうロゴがねずれちゃうとかがないようにちゃんとそこにはまるように、まあちょっと何初期不良みたいな、なんかそういう初期不良じゃない、なんか制作か作ってる段階でのあれがあればもうお問い合わせいただいて、ちょっとすぐ変えてもらってやっていただけるとね、ちょっとお手数はかけてしまいますんで、すいませんが、そういう時はあれですけども、でもなんかその私は俺はピアス空いてるから針でええねんなっていう方は、もうイヤリングのパーツはもうあのケースに置いといてもらっても、で最初はイヤリングの方がハマってるから、あのそう最初はイヤリングの方が箱の中にハマってるから、あのそれは取ってもらって、その針のピアス用の針の方向をクッてやってもらうっていう、それがその作業必要やけど、まあピアス使い、俺ピアス使いしかせんしなっていう人もそのまま針やってもらうと、そのままずっとそのままでいいんで、そうそうそのままでいいんで、逆にあのピアス開けることあるかなないかな、まあ分からんけど、とりあえず私俺イヤリングやし、もうカチッてつけるだけ、そう開いてないからはりっていうの人は、あのもちろんその最初からハマってる状態
のやつをもうつけてもらって、もうピアスの針はもうそのままあの眠らしといてもらったらいいんで。でまあ僕が金属アレルギーというか、そのシルバーとかゴールドとかプラチナとかそういうの大丈夫なんですけど、なんかメッキ系とか結構コーティングされてる系、なんかそういうのがだいぶ荒れやすくて、でめちゃめちゃ荒れるしバリ痒くなるんですよ。でそういう金荒れので、ステンレスとか最高じゃないですか。ステンレスとかチタンとか金荒れしにくいから、ああいうのは大丈夫なんですけど、でもなんかそういう僕にも金属アレルギー結構あったりするんで、まあ、それで、まあ、一番金属アレルギーに優しいシルバー925、これシルバーで使えん、それこそ使えんのかなみたいな、大丈夫かなって925の素材結構するやん多分、大丈夫かなとか思ってたけど、シルバー925でいけますと、マジっすか言って、そうだから、そうみんなにも皆さんにも多分、そう金属アレルギーない人はもちろんやけど、金属アレルギーある人にとってもすごくいい、ちょっと満足いただけるかなと、うん、思いますんでね、もうこだわりにこだわり抜いた感じで、うん、なんでちょっといろいろこだわりにこだわり抜きすぎて、何だっけ、こだわりにこだわり抜きすぎたから、まあまあまあちょっと割高にちょっとなってしまったかなっていう感じはねあるんですけど、あ、無理せず、はい、そこはしょうがない、無理せず、どうしても欲しいって方はぜひぜひ手に取っていただいて、あれ僕はもう1個でつける時もあるやろうし、2つでつける時もあるやろうしって感じかな、うん、なんでまあほんまに奇跡的に人を選ばない、ピアスイヤリング2ウェイのできちゃったんで、よかった。しかもあのライブとか来てもらった時に、あのね、今までもそのブランケットとかやっぱ僕作ったりとかしてた時に、やっぱちょっとサイズあるじゃないですか、ちょっと、ね、今回に関してはあの、まあ、それはサイズとかもうしょうがないんだけど、でも今回ライブ来ていただいて、その何やったっけ、販売してるところで買ってもあんまかさばらないし、荷物とか、まあ、その代わりなくすのは気をつけてほしいですけど、うん、ライブ楽しみに来て、あー荷物重たいなーってなれへんから、ポケットでも多分、ポケットとかでも多分入れとけるし、サイズ的にな、なんでちょっといいことだらけなんですよね、マジで。よかった、ここまで実現して最高っすね。でまあシルバー925なんで、てかそうなんかいろいろサビるとか結構あれですけど、わからんな、僕があの風呂入る前とあの寝る時とかも、風呂入る前とか絶対にあのアクセサリー外すんで、わからんな、シルバー925なんで、そのサビるというよりかはそのサビはしないんじゃないかな、そのあれ何やったっけ、味が出るいい感じに、それはあると思う。でもシルバーポリッシュとかで磨いたらまた綺麗になったりすると思う。シルバーポリッシュっていうのはあるんですけど、なんかそういうなんていうのクロスみたいなやつで、まあ、シルバーを磨くものがあるんですよ。そうそうそう、そういうのであのすげえいい感じに綺麗になったりするし、とにかく品質すごくいいと思います。いや俺も早く欲しいわ。
ょまた見せるっすわ。っていうか普通にシュレッドつけときます、またあの手に入ったら。っていう感じで、そう、このあれ実現したんよっていうのを伝えたかったライブでした。はい、まあ20分ぐらいやったか、20分じゃなく急遽でしたけど、あれいいよね、ほんまに。俺はピアス使いやと思うけど、最初あの一回針つけ替えなあかんけど、俺はね。ただシルバーとかってなんか割と柔らかい金属な気がするんで、あの針付け替える時とかは気をつけてください。ちょっと曲がっちゃったりとか、まあまた曲げ直しできるとは思うんだけど、うん、針やから言ったらね、なんかキュッていう細い丸い、あ細いもんをさ、あれ、ま、回しにくいやん、シンプルに。ああいうイヤリング系やったらさ、普通にキュッてあの力の視点力点作用点みたいなのあるやん、回しやすいから多分イヤリングの外すのは容易やと思うけど、まあ折れないようにちょっと丁寧にそれやってもらう必要はあるんですけどもね。これでなんか俺付け替える時折れてもうたって俺が言うてたらマジギャグやけど、俺もちょっと丁寧にしますね。もちろんキャッチはついてますよ、うん、なので、まあ皆さんがそうたくさん買ってくれた場合でもあの増やしてくださいってあの依頼はするので、その場合は、まあ、欲しい人が手に取ってもらえるようには、まあ、できるようにはするんで、ぜひぜひ一緒に使おうぜ。って感じで、びっくりした、今自分でこうやって椅子動かしてただけなのに俺のここから誰かなんか出てきたんかと思った。はい、まあそんな感じで、楽しみやなぁ、はよつけたいもん、マジで。あれライブもね、めちゃめちゃいい感じなんで絶対やばいと思う。また来たいって思ってもらえるような感じであの頑張りますんで、楽しみに来てもらえたら。まあ来れない方もワンチャンスあるかもしれないしね、いろいろなんか、ちょっとどうしても俺を紹介しろってうるさいから、ちょっと目がうるさいからちょっと紹介させてもらうんですけど、これ誠がタンプレでくれました。これとあとあのニットこのやこういうやつがあるんですけど、それも一緒にもらったんですけど、またそれもどっかで使おう。ちょっと赤目ワンポイントの服で、そう、僕の好きな映画の悪役です。そう、今日ちょうどその誠と撮影してたんで、まあそっちの方もちょっとお楽しみにということで、
いつが変なじゃれじゃじゃれれれなんていうんやろ、変な怨念、怨念じゃないわ、分からん、そういうのから守ってくれるわ多分。そんな感じで、まあ、誠と撮影してたんですけど、なんか誠もこの後なんかあれって言ってたな、ちょっと何も出てないかもしれんから何も言えんけど、そう、まあ楽しみにしててって感じで。じゃあまずは、4月6日にまずは長野ライブですけれども、しっかり仕上げて頑張りますんで、来られる方は気をつけて、来られない方はちょっとまたチャンスね、ぜひつかん、なんかライブしたりとかは今年だけじゃないと思うんで、うん、あと昨日もストーリーかな上げたんですけど、FC ファンクラブ、ランペザランページオフィシャルファンクラブの方入っていただいたら、なんかそれでなんかチケット選考とか結局できちゃった、できちゃったってないね、チケット選考とかできたりするんで、でそっちもチェックしていただけたら嬉しいです。ファンクラブの皆さん向けのなんかライブといろいろあるじゃないですか、この6月もそうですけど、うん、そういうこともあったりするんで、うん、ぜひぜひ入ってください。という感じで、まあこのリアルタイムでちょっとね、知らんかったって見逃したって人もおるとは思うんで、まあ、ちょっと定期的に、FC も告知していけたらなとは思うんですけど、いろいろねその皆さんのおかげでできることが増えたりもしたりするんで、うん、まだ入ってない方は入っていただいてという感じですね。ぜひ。ほんじゃまあそろそろなんかこれやばいな、まあそろそろ終わります。もっといろんなとこ行きたかったけどね、実は、うん、行けるように頑張るよ、今後ね。じゃあまたリアタイしてくれた皆さんありがとうございました、そしてアーカイブで見てくれてる皆さんもありがとうございます。じゃあ終わります。あ、いや、これピアスイヤリングもう写真とか後でこれストーリーで載しとくんで、ぜひ何の話してたんやろこいつと思って見てくれてた人はぜひ写真載せるんでチェックしてください。はい、ではありがとうございました。ありがとうございましたで終わったのに、なんかまだなんか考えてたわ。はい、じゃあ美味しいご飯食うて風呂入って、いや風呂先の方がいいな、なんか血の集まり方みたいな、そう、消化のために血がどこに集まるんだ、ここに集まるんだ、でなんか消化不良を起こすみたいなんで風呂先の方がいいらしいよ、ご飯よりっていう情報を交えつつ、はい、まあ、風呂入ったりご飯食べたりしてゆっくり寝てください。今から夜勤とかの人もおるかもしれんけど、ファイティン。ほんなら俺もいろいろ、ああそうや、納豆昨日までやねんな、でも賞味やからまだいける、賞味やからまだいける、納豆を食べて
最近ちょっと常々でやってきてたんで、ちょっと休みます。ほな、ありがとうございました。